ちゃんが舞台ウマ娘プリティダービースプリンターズストーリーの宣伝をしちゃうぜってことで舞台に出演するこいつに来てもらってるぜいでウェイ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 大高ヘリオスでーすヨロタンウェイゴルシもバイブスぶち上げでよウェイウェイじゃあ早速舞台の魅力を伝えちゃってくれよポケモル舞台の鬼山ポイントバッチシぶちかましたらってことで黒板モーン。ポイント1、ウマ娘初の舞台か。ウマ娘が初の舞台になっちゃうよ。うちルビーお嬢、デファッチ、ミラクルの4人が実際の勝負服を着て歌あり、ダンスあり、レースあり、ライブありの盛り盛り盛りだくさんのステージをお届けしちゃうよ。ポイント2、完全オリジナルのために書き下ろされた完全オリジナルストーリーなんだよ。オーディオバッション、サブタイトルスプリンターズストーリーの通り、短距離レースに挑むうちたちの思いが交差する激アツの話になってるぜ。ポイント3、新曲やおなじみの曲のウィニングライブが楽しめる。舞台用の新曲&おなじみの曲のウィニングライブが楽しめちゃう。ペンライト振ってステージと客席も近いからうちらのバイブスビンビンに感じて鬼盛り上がること間違いなし。ってことでうちからの鬼エボポイントは以上だよ。どうどう上がってきたっしょ。おうおうおう、舞台すっげえ面白そうじゃん。ゴルシちゃんすでにぶち上がってるぜ。プリティダービースプリンターズストーリーは1月15日日曜日から1月29日日曜日まで品川プリンスホテルステラボールにて上演。チケット一般販売中だぞ。詳細は舞台公式ホームページをチェックで。おいらもちろん行くよな。Thank you.